はい、こんにちは、まえチャンネルまえはるです。はい、今日はですね、外なんですけれども、こちらのですね、ロストロンギヌス、これをですね、金にしちゃいたいなと思います。はい、何人もね、はい、これ、タミヤのスプレー塗料がね、金のやつ、これをですね、振りかけて金のロストロンギヌスを作りたいなと思います。うちね、はい、金バージョン持ってないから、はい、早速やってみましょうか。うまくいくか分かんないんだけどね。おお、これすげえ。うわ、なっちゃった。すごくないこれ。できちゃった。ちょっと待って、早い。でもこれまだ乾いてないから何回かやんないといけないだろうね。じゃあまた後でやりましょうか。はい、はい、はい、ということで乾きました。はい、出来上がりました。うん、はい、こちらがロストロンギヌスのフルゴールドバージョン。いやー、このねスプレー素晴らしいね。綺麗に塗装できましたね。こんな感じですけれども、もう完全に金になったね。すごい、このテカリ方美しいですね。裏側もちゃんとスプレーして、こちら側も金になっております。そしてこちらが9ディスクですね。はい、これも金属なんですけれども、スプレーしてみました。あ、こういうとこね、微妙にちょっと青が残ってるの分かるね。なるほど。けど銀とかになってるよね。そうだね、元が銀で、そこにもね、青を塗り込んであるディスクだからね、これ。これほら、裏側すると銀でしょ。これね、ブルー塗ってあるんだよ。こっちはマッキンキン。マッキンキン。はい、こちらが普通のロンギヌスで、こっちがゴールドロンギヌス。そうだね、なんかね、この見た感じさ、変わらないんだけど、こっちの方が重く感じる。確かに。なんかね、重さ的には変わらないはずなのに、なんだろう、金になったからかな、重く感じるんだよ。確かに。このね、赤い部分まで金が塗り尽くされてる。そうだね、あのこういうところ、この透明の部分も全て金になってますんで、そういった意味ではフルゴールだね。そして今回ですね、このスパイラルドライバー、実はもう一個あるはずなんだけど見つかんなくて、なんでこれは塗装しなかったです。で、これからシュートしていきたいんですが、その時はこれ、このバリアブルドライバー、ゴールドゴッドベアについてたやつだよね。これを装着したいなと思います。はい、レジ君、じゃあセットお願いします。はい、できた。大丈夫。あ、大丈夫だ。うわー、フルゴールド。超かっこいい。すごい。よしよしよし、ついに来た。完成しました。これね、ずっとやりたかったの、パパ。ゴールドバージョンゲットできてなかったから。フルゴールドかっこいい。じゃあエジ君、シュートしてみてください。はい、3、2、1、ゴーシュー。うわ、あっと、なんだこれ、なんかすげえ飛び散ってるよ。どういう意味。ちょっと待って、ちょっと3ながいいじゃん。3ながいい。はい、それではまたしばらく乾かしました。多分今度大丈夫でしょう。はい、もう一度お願いします。はい、3、2、1、ゴーシュー。あ、大丈夫だね。はい、はい、よかったよかった。ちなみにさっきね、ファッと飛び散ったせいで、ところどころ金になっちゃいました。ベスタシャムが。もうこれ金に塗っちゃおうかね。木に塗っちゃう。スタジアムを。まあちょっと検討しとくわ。では早速バトルしちゃいましょうか。はい、エイシン君がロストロンギヌス9バリアブル。はい、で私がロストロンギヌス9スパイラルですね。はい、通常対ゴールデンで対決しましょうか。はい、 3、2、1、ゴーシュー。やっちゃったね。さあ、果たして初めての対決だから、これでハゲちゃうのかっていうことだよね。そうだね。見つかんない、見つかんない。相打ち。どうですか、ハゲたか。ハゲてない。おお、いいね、いいね、いいね。3、2、1、ゴーシュー。おっと、あー、おばフィニッシュ。3、2、1、ゴーシュー。おっと、バーストされた。マジで、なんで。で、私バルドルバンパーバイトに変えます。これもゴールドだね。はい、ゴールド VS ゴールド。3、2、1、ゴーシュー。うわー、やられちゃった。3、2、1、ゴーシュー。
ピースされた。3、2、1、ゴーシャン。あれ当たらなきゃ意味がないんだ。この勢いの時に当たってないとね。でもこっち多分負けない。これでも綺麗なゴールドになってよかったね、うん、あ、負けた。あ、スピンフィニッシュ。じゃあどうしても勝ちたいんで、うん、ゴッドバルキリーでいきたいと思います。はい、これでバーストしたい。3、2、1、ゴーシャン。おー、すごい。バーストまたやられたよ。どういうことだ。すごい。3、2、1、ゴーシャン。当たれ当たれ。おっと、跳ねた。あ、同時。3、2、1、ゴーシャン。バーストできなかった。はい、ということで、フルゴーストロストロンギヌス。フルゴースト、あ、間違えた。後輩、フルゴースト。間違えた。フルゴーストじゃねえや。フルゴールド。怖い。はい、ということで、フルゴールドロストロンギヌス。強かったね。もしかしたら塗料がついたせいで、ロックも硬くなったのかな。わかんない。かなーなんて思ったりもしましたね。なかなかバーストしなかったっていうか、一回もできなかった、うんうん、で、やっぱりちょこちょこ当たるから、うん、塗装はやっぱ剥げてきたね、うんうん、まあしょうがないよな、うん、まあでもこのゴールドバージョンが拝めただけでも我々は大変満足ですね。はいはい、ということで今回はロストロンギヌスを金ピカピン金ピカピン金ピカピン。どうして今日パパダメだな。金ピカピン金ピカだ。はい、ということで今回はロストロンギヌスを金ピカにしてみた。金ピカ。はい、ということで、わおわおわお、早かったな。ということで、今日面白かったなとかいいねと思った方はぜひですね、いいねボタンお願いします、はい、そして、ぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それとチャンネル登録よろしくね、うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。